こんにちは、僕たちは韓国人バンドピアニでーす。今日一緒に勉強したいと思った曲はラトゥインプスの歌方歌でーす。これから一緒に勉強したいと思った方々は登録、いいね、アラーム設定よろしくお願いします。基本的な説明です。名前はラッド・ウィンプスです。2001年から活動した4人のバンドです。レーブルは EMI レコーズと無人公レコーズです。事務所はボク人事務所なんですけども、このボク人の事務所ではラッド・ウィンプスだけいます。おー、この曲はキネマの神様という映画の主題歌で、その映画には野田洋次郎さんと一緒にフィーチャリングやってくれた菅田将暉さんが一緒に出演して、友達の関係で出る映画です。この MV は 16mm フィルムを使って加工の話をフラッシュバックにして、その映画の雰囲気と結構合ってて、それぞれの思い出を思いながらこの MV とこの曲を聴きながら見ましたらもっといいと思います。じゃあ行きまーす。行きまーす。처음에기타소리가너무좋다뭔가추억을막떠올리는그런느낌이있어처음에줌을너무땡겨가지고무슨의미가있을까이생각했는데되게디테일하게다보여줬어그런느낌이었는데눈빨간것도보여이분이곡을만들어서영화감독님한테선물을줬는데영화감독이딱듣자마자어이건영화노래써야되겠다그렇게해서이노래가딱발탁이된거라고하더라고요근데원래주제가가될노래가아니었는데데모테이프를받고감동받았다고하더라고요하긴연기를했으니까그분위기를몸소느꼈을거야거기서나온노래니까더맞아요맞아요마음근데이분이사실배우만하는게아니라원래가수도아맞아요스타스피상원래자기출연한영화에노래하는거별로안좋아했다는데이거참여하면서자기도이거는정말좀욕심이났다고하시더라고요서로마주보고얘기해주는것같아요쌩쌩이난이분을그야유캠지나가면서야유캠앞에보면시에딱사진걸려있는데서항상가서아거기서봤구나되게가사도그렇고사운드도그렇고멜로디도그렇고아무것도멋부린게별로없어요그냥진짜진짜딱담백하게들어가는것같아요창법도창법조차도멋을안보여요아무것도그린게없어서약간옛날명곡듣는것같은느낌이그게내생각에는가사를조금더들어달라라는어떤멋부리지않고가사에좀더집중하고싶은느낌네이래네그래갖고가사가훨씬더잘전달이되는것같아요가사너무슬퍼진짜옛날얘기듣는그런스다마사키상의주연인데현재할아버지역할이신분이고청년시절의고라는그배역을스다마사키상이연기하는데그래서더옛날느낌을받게되는그런것같아요의상도그런것같아요아이만의ところ을聞いてみたら뭔가牧場がなんか思い出す曲だと思ったんです。なんかいわゆるカントリー系の音楽かなと思えるぐらいに単純な編成とかアレンジとか
それとなんか須田さんと野田さんの普通に会話する感じの歌が爽やかなんだけどちょっと寂しい感じの。僕も歌詞言ったら過去のことを思い出せてなんか夢のために頑張っている若い人たちに今大変だねとなんか温かい感じがあって心がなんか温かいになりました。僕最近のラッドウィンプスがすごい好きなんですけど、でその前のラッドウィンプスも結構好きなんですけど、なんかその前は結構今みたいな綺麗な歌詞じゃなかったです、うん、それ説明したら多分これ公開できないです。 あの時も今の時も歌詞の意味とか感性が伝わるように曲を作るのは本当に上手いと思います、うん、曲によってジャンルがずっと変わっている。あ、それもありますけど、そんな個性があったと言われているんですけれど、それが歌詞によって曲を編曲することによって多分変わっているんじゃないかなと思いました。夢も歌もさ愛の目もいつも僕には冷たくて、젊을때저런뭔가지나고나면저렇게막느껴지는것들이막진짜기타톤도뭐이펙터복잡하게안쓰고그냥진짜기타소리일렉기타소리그냥저렇게치기쉽지않잖아그치오히려이렇게만든생각을잘안하게돼요기타를치지않은사람이니까레드윙스진짜매우좋거든요그절잘치는저기타를저렇게잘치는분이이렇게간단하게치겠다고생각하기가쉽지않죠베이스분도재즈를너무하셨었구나난이구성이너무좋은게방안에서서로이렇게보고있어그러니까각자의방안에각자의추억안에서문을열면너의추억이있고이런모습이보이는것같아서이팀의그분위기도이음악이랑너무잘어울리고연출도너무좋네요피처링이라복도에냈더니영화를보면그해답들을다찾을수있지않을까 이렇게서로이렇게바라보면서보는게어그럼아진짜제대로컨트리다악기를넣어컨트리에넣으면악기를다들죠컨트리가저쪽미국쪽음악이잖아요그래서약간미국집분위기도약간맞는다목장도약간네서부느낌그래서약간목장이라고했나오심지어입고있는거저거뭔가장화신고있을거밖에서소들어주고있을거같아철학적이다근데어쩌면그렇게나이가많은나이가아닐텐데저런이야기를할수있다는건정말자신감이그리고심도라는게아마엄청깊은사람일것같아이영어가진짜궁금해진다어떤역할로대화를연기를서로했길래이런감성이나왔다줄거리살짝봤는데제목은번역하면키네마카메사마운동의신이라는게또영화촬영소에서입었다고시네마로보는다고했거든요아그그러니까그시네마감독야리타히토가간바테이케르노가코모나가가코또이마또미라에노나가소리의부분과나가하나스아사이버소리どうでしたか？カントリーってもともとギターがメインでギターが暴れる感じなんですけど、これは落ち着いて、でも後ろに FS とかは全部ギターでなってて、巨大な音な感じをなんかギターで全部まとめて、なるべく編成をちょっと抑えた感じがちょっとしました。それで曲と MV の雰囲気にちょっと合わせたかなと。
その映画の内容だと、なんか自分の夢のために頑張っているの人のなんかストーリーなんですけども、お前さん顔を上げなさ、無理しててもさのなんか歌詞があるけど、いやその歌詞見たらちょっとなんか涙が出るみたいになっちゃうくらいになんか感動した。ラッドウィンプスの人の曲を初めて僕たちレビューしたけど、本当に良かったです。いい曲を今回に会ってくれてありがとうございます。またなんかラッドウィンプスの曲、また他の曲もめちゃくちゃ聴きたくなったんです、うん、言いたいこと、感情を入れたらなんか強く強く表現したい、うん、そういう気持ちがしたんですけど、こう静かな感じで表現した曲なのに、なんか正確には言えないですけど、なんか悲しくて、うん、なんか寂しくなって、今自分の気持ちが何か今ちょっと分かんないです、うん、あ結構長く残りそうです、うん、僕もどんな作品でどんな演技をしたか、後からこんな話が出て、監督様もこれだと思われるように、本当に映画で人生を生きてきたと思います。人物の物語が残ってこれを話したいと感情深く作った曲と思って、めちゃくちゃこの映画が見たくなりました。僕は単純にデスタマサキがかっこよかったです。確かに。あの顔だったら人生楽しそうだ。そうですよ。そうです。そうそう。今日もたくさん勉強になりました。ありがとうございます。これからも一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとアラーム設定お願いします。今週も見てくれてありがとうございます。